一ノ瀬親水公園。今日は箕面山16キロ程度です。気温は11度。長手袋じゃなし指出し手袋です。ちょっと寒い。よいしょ、日向。ああ、やっぱあったかい。今日は道路の濡れたところがなく乾いてます。あと 100m ぐらいで箕面スカイラインに入ります。よしこいな。箕面スカイライン、ここです。しばらく下りです。よいしょ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 、通過。展望台のとこそのまま素通り。甲羅大社を左に見て通過。さらにこれをまっすぐ進みます。ここは車が車両進入禁止ということで、まあ、ゆっくり走りましょう。なんだこれ。ああ、これでか。くねくねをしばらく行きます。左に曲がります。ここからぐっと来て、ポッと、よし、おう、ここ甲羅大社の南側の道路になりますけども、まあ、ここはほとんど車が通りません。意外とですね、ここ、急な坂がないです。ここからでも降りれるんですけども、登山道に行ってるようで、今日はちょっとパスしておきます。海も無事。あと 100m で右に降ります。あ、ここここ降ります。ここが前は通れるかどうかわからんやつの道です。でも通れます。ここ元温泉の跡です。あ、その地震の跡からはお湯が出なくなっても閉鎖と
ということになったそうです。ここは普通上りで来るんですけども、今日は下り。この緑の苔がね、意外と滑りやすくって、前ブレーキを強めにかけて後ろを補助的にゆっくりゆっくり降りてきます。ここ何度も通ってますから、まあいけないということはないんですけども、最初来た時にはこの先行けるかなというようなところでした。山道抜けて一般道に戻りました。水目公園に戻ります。今日はめちゃくちゃな反逆坂もなし、安住前でバッテリーヘビーバイク水目公園の中です。よいしょしょ、夏はこの小川で海水浴やってます。無料です。一ノ瀬親水公園。